はい、こんにちは。二千二十二年七月三十日土曜日。スティーブゴズニアック、めぐみこと。ジョースクック、坂上あえぶでございます。ジョース。君の作った。テクノロジー。二千二十二年をもってしてもなお。人類を。社会を。便利にしているよう。 ウィリアム・ゲイツ3世の方が便利にしているかもしれないが君はスタイリッシュだよしかしそのテクノロジーが人類を幸福にしているとは私は言い切れない便利と幸福は違うからねジョブスこれはワンダラーだよワンダラーだよ FRB が正式に発行した超限定スティーブ・ジョブズワンダラー。ねゴッド・ウィ・ジョブスゴッド・ウィ・ジョブスウィ・ア・ジョブス とというこで、私の新型アップルシリコンエブツマックブックウェアなんと私に許可なく私に全く許可なく間もなく着弾間もなく着弾 バトリオットはバトリオット。ハープーンは撃ち落として早くまもなく着弾するからちょっとーアスロックアスロックはないだアスロックサジタリアスのやこれ今日今日の朝メール来てよこれよこの、このだ、周到だわかります注文確定からの、処理中からの、 配送準備中をすっ飛ばしてからのもう出しちゃいましたみたいな出荷しちゃいましたみたいなね。なぜかというと私は今回マクブックやどうしようかなっずっとマっスさんとりあえず注文だけ入れどかね、あまり遅くなって買うのは嫌なので私基本発売日に買うこれはまあちょっとね特殊になっちゃいましたけど基本発売日に買えないものは買わないっていうのが私のスタンスなんで まあこれ超特別だよね今まで発売日を逃したらもういらないっつって買わなかったんだからまあ旬が過ぎたものですけど旬って言ってもまだ1週間とかだけどねえー、まあセミリタイヤしているわけですよ仕事でセミリタイヤしているからこのノートパソコンを仕事で使うかって言ったらまあ限りなくねえ 使わないですよだったらもうこれとともにねルドとともに生きるは霊源なる勇士」いでよもうこれとともに終わってもいいんじゃないかなっていう場所マック人生あのノートねあの正直 M1 マックブマックミニはもう1台欲しいんですよ M1 マックミニもう1台欲しい。 ただに2台欲しいってわけで。いや、別にマジションはあのー、MacPro、ご箱 m a c p 売ってないあ、売ってないっていうか、そこに転がう売りさばいてないから、こいう転がってるから、それ使ってもいいんだけど、めんどくさくて、なかなかこういう体になっちゃってますから。で、ノートブックは、ちょっと見えないんですよ、視力の関係で。だからもう、ノートブック買うのが、まあ、持ち歩けるパソコンって言って考えたら、 まあ、テイルトゥーノーズ、テイルトゥーノーズでディスプレイに5センチ寄れば見えるよ。テイルトゥーノーズ5センチ寄れば見えるけど、<laughs> 体バラバラになっちゃうよ、私。体バラバラになっちゃうから。まあ、もしかしたら私の人生、この先生きていって死ぬまでに、買う最後の、 マッキントッシュのノート型かもしれないよねデスクトップ型は買う買うと思うもんだからなんかスターライトだもんなスターライトブレイカーっていう響きはいいけどさ色どうなんだろうね色なんか別にどうでもいいんだけど最後最,最後かもしれないだろだからアップルらしく色にこだわりたいんだこれ綺麗じゃんこれ ロローズゴールドローズズゴルルドベンガルこ,れこれ最高に綺麗だと思うんだよねローズゴールド。私がこういうガジェット系で一番綺麗だと思うガジェットは、えー、PSP 初期型 PSP1000 型ですねのドピンクがあるんですよ。あれが一番美しいとは思うけどあれをこのこのこ,れこの範囲で染めたら さすがに、でもこれすごいいいと思うんですけどね。勝手に送りやはって、何勝手に送っちゃってんのうちに。で、これね。まあ、30日でしょおかしいよ。これ多分明日届くね明日届くと思って私の予想。あの、アップル信者ではない、何か、アップル信者ではない、えー、なんかね。 あのー、メイドインアビスの下っていった、信者ではない何かなんですけどね、何かなんですけど、予想では多分足は届いちゃうような気がするんですけど、これね。これなんなのすげえ見づらいわけ。すげえ見づらいわけ。いいえー、っと、これはいいよ。M2 チップ、えー、っと、搭載、マクブクウェ a スタライト、これいいじゃんシ,システム構成いいじゃん で、8コア CPU、8コア GPU、16コアニューラルエンジン搭載、えー、Apple M2 チップポリージャんえー、8GB ユニファイトメモリオッケー、OK。30WUSB-C 電源アダプターオッケー。2ゴロギガバイト SSD ストレージとソリッドステートド,ドライブオッケーね。で、サンダーボルト、USB4 ポートかける2 4ポートかける2え、8ポートもついてんのこれ。いや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 、Apple がそんな、 そんなまさかアップルがそんな便利なマシン作るわけないじゃんこれなんか見てみこっち見てくださいタイプ C1 個1発こっち見てくださいイヤホンジャック1発充電してたら USB メモリーすら刺さらないという一品ですよえどういうことそんななについてないてよこれ <laughs> あ、かった。あかった。あかっ,った。アップル、アップル、お前が言いたいことあった。えー、これ、これ、これ、そういうことだろう。どこ行ったあれなくなった。あった。サンダーボルト US、サンダーボルト兼 USB4 が、ポートかける2ってことなんじゃない ?2 ポートついてますってことだよね。私今回使用も何も関係なく買ってるから。あの、もうめんどくさい。で、あの、 ま、ぶっちゃけ学校の期末試験が今週終わったんで、それどころでもなかった。<laughs> で、えーっとマグセー充電ポー、マグセーフ3充電ポーズ、マグセーフ3充電ポーズ。なんかさ、スペースの開け方おかしくねこれおかしいよね。普通、マグセーフ3スペース充電ポーズじゃない マグセーフ3。もうここのスペース取って、その後にスペースじゃないこれ日本語おかしいってアップル。で、トゥルトーン搭載13.6インチリキッドリティナディスプレイオッケーね。で、1080p フェイスタイムカメラ HD オッケーね。この下の意味がわかんないのが。ね。プロアップスバンドルフォー EDU、まあ形式ですね。 ノー,ノースタイラースノースタイラースノープロアップスプレインストールで、ね、何言ってんだと、ね、一瞬私さびっくりしちゃってファイナルカットとかロジックブローとか持ってんのに買っちゃったのかなと思ってまああのもう私あ頭がちょっとあの頭が真っ白になって頭が真っ白になって。 わからないで macbook air を押してしてまったなのでびっくりしちゃったんですよ間違っちゃったかと思った t スター・ウォーズファイナルカートプロ」形式あって「n o n o f i n a l c u t p r o n o s t y l a s、no 写真なんでこれ <laughs> 下が出ちゃいましたね。えー、えとぐろ注意、ぐ注意でごめんなさいね。もうせ編集しませんから。えー、ノーロジック、えー、スター・ウォーズ・ロジック・プロ・型式、ノーロジック・プロ・プレイ・ンストールで書かなくていいの <laughs> 入ってませんっ、ね、て、それは選択肢。あのさ、届かないものは書かなくていいの。 お届けするものを書きなさいよだってさ、だったらさ、君たちのさ、キーノートとかさ、あれはもう無料か。無料か。でもほら、あのー、なんだろう。え最近使ってないけど。あれなんだっけあの、円盤のやつ。ロジック。ロジックプロじゃなくて、やっぱカ中とプロ。モーション。モーションだってさ、あのー、モーションプロ。 ノールモーションプロプレイインストール全部書かなきゃいけない。ブラーなっちゃうじゃん。なんなのよで、タッチ ID 搭載、バックライトマジックキーボード。ここですね。英語、US キーボード。これですよ。これが、アップル最強のゆえん。あの、私は、あのー、アップルのマシーンと Windows のマシーン、どっちが好きって言ったら、 まあどっちもどっちなんですよ。どっちもいい点があって、どっちもいい点があって、でももはやこの時代、まあほぼ同じなんですよね。だからどっちもどっちでいいんだよ。つ,つか、両方買ってりゃいいし。<laughs> つか、今までの人生で100台はパソコン買ったでしょだからいいんだよ。買ったとかは仕事の分も合わせてだけど、もらった分も合わせてだけど、100台はあるでしょだから、いいんでいいんだけど、やっぱり私が、 アップル信者ではない何かになり果ててしまった原因は iPhone かもしんないけどこれかもしんないんだよね。ノートパソコン。デスクトップパソコンはいいじゃん。キーボード自分で選ぶんだから。いいじゃん。デスクトップパソコン好きなキーボード自分で買ってくれるんだから。ね。コルセア TKL。 えー、K70 とか買ってくるでしょなんだけどノート PC についてはキーボードくっついてる。両端点いってください。アメリカンなキーボードの配列のパソコンをください。おいここどこだと思っているここはヤマト魂だ。お前はヤマトなでしこかそれとも。 アメリカンか Give me US そうアップルは最初からカスタムで US キーボードを選べるこ,これがないんです本当に一社もないっていうのは語弊で、えー、まあバイオで一機種やったんだよね US キーボードこれ,これと同じように。 買うときにキーボードを US 日本語どっちにしますかってやったんでバイオでだけどそれぐらいしか思い当たるところはなくて他のメーカーでキーボードを JIS 日本語配列からアメリカンの配列に変えられるメーカーないんですよだからこそこれなのね。でこれ謎のアクセサリーキットアクセサリーキット こんなの頼んでないんだよね。ださっき、ティムに電話したんだよ。ティム・クック。ティムに電話して、おい、ティム、私さ、今回さ、迷ってたのにさ、もう送っちゃったのささ、ティムがさ、君には、必要だろ例えば、アップルインカリフォルニアアップルパークから、僕が、 自転車で運んでいいくくよ待っていてくれそう言っていたんだよね。てめえしかしアクセサリーキットっていうのはなんだい文字通りアクセサリーのキットさアップル製品っていうのはパソコンじゃないんだガジェットじゃないんだアクセサリーだ。 身につけておしゃれするものなんだ決して道具じゃないおしゃれアイテムなんだだから楽しみに待っていてくれきっとめぐみが気に入るアクセサリーが入っているよではそろそろ西海岸から カヌーに乗り換えて太平洋を横断していくから待っていてくれじゃあなティム君君・クックそんなことを言ってきたよこれた明日来るぞもうキャッツできないよもう出しちゃってたアップルパークのあの真ん中の部分からああプシャーもうこうよこう

てるてるてる飛ばす、ジョブス、ミサイルパンチ、いまだ、出すんだ、ジョダさん、アイブ、てるてるてる、マジンゴマジンゴマジンガぜゼ。ああ、もう、いくら使っちゃったの、私よくわかって。もう、最近、もうさ、 私もうじき死ぬと思うからあ値段書いてないただだちょっとさ なんだよね、だ上からあふれんばかりのねめぐみを振り注いでるのねこれじゃあ坂があってどっちに行ってい,いかがないめぐみさんになっちゃうじゃんちょっと何これ何これでこれいくらなの本当にいくらなのマジ知らねえんだけど。 ご注文ご依頼につきまして添付書類をごせごごす不明までだって、はあ、分かんねんかんね何言ってるか分かんねんほらー すぐ DL サイトが出てきちゃったじゃん <laughs> 請求金額じゃ請求金額いくらなんだよじゃあおかしいでしょこれさ請求金額のお知らせってこれ書いてあるのになんか続きはウェブでって書いてあるのおかしいって で、開くと <laughs>、こうなるのなんなの何なの,何なの請求金額を知りたいの私、いくらご請求されるの <laughs> 私はいくらご請求されるんですかアップルさんに。全然わかんないんだけど、これじゃあ。なにこれ ちょ、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 待った、ちょ、った。ここに来て、すごい事実判明しちゃったかも。ちょ、待って、ま、まさか私、MacBook Air2 個来ないよね、これ。ちょ、待って、ちょ、ちょ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って、美容式自体発生してる。一回サインイン。FSID で入って。

大丈夫そう <laughs> もう信者でしょこれ信者全部買ってんじゃんあさほら私さいつ実は今昨日パソコンで。 レポート書いてたのそしたらいきなりパソコンが落ちちゃって全部でも今マックに書いてからそれ一回もないく口桃子学生ですそう私学生なんすよなんと恐怖 めぐみちゃんは今学生賞持ってるんですよね。で、ほら、アップルって学生割引、教職員割引ってあるじゃん。それ興味ないみんな。<laughs> みんな興味ないどう見たことないじゃん。だってさ、それを使えるゴミ分の方と知り合いじゃないから、ゴミ分の方は興味ないからさ、あのもう全然買わないわけよ。<laughs> だからさ使ってみようかと思ってなんかそっちの方を押してたんだよね教職員じゃなくて学生さんはこちらみたいなの押したんだけどよく分かんなくて注文の仕方がで多分これにしたら余計注文っていうか届くのが遅くなるだろうなと思ってやめたんだよもういらないめんどくせえいらねえってやったんだけど なんだろうね。ああ、そういうことか、うん。関係ない。全く関係なかった。全くびっくりしちゃった。文字拡大したら全然違うことが書いてあった。<laughs> もしかしたら、全く使いもしないねえー、MacBook Air を買ってしまったかもしれない私でございますちなみに、なんとうちに溢れんばかりあるはずの iPad Pro これ今1枚これしかないんですよなぜかとていうと妹があのー、恐ろしい勢いで割ってる <laughs> 妹にあげるじゃんあげて割って、あげて割っての連続で あの発売日がつかないですよあの発売日より早く割っていくんで高速でまあだから妹がっていうより妹が使ってるわけじゃなくてメっ子が使ってるよねメっ子たちが使っててで踏んじゃったりとかまあそんなことですよで割っていくからどん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 もうこれしかないからねこの前のこれ M1 ええー、M1 ちゃん で、その前の Z390 それ <laughs> それなんか違う Z390 ってなんだわざぼのあれ Z390 ってわざぼか <laughs> なんあれソケットの形に何言ってんだ私 <laughs> えっと A13Z とかなんかそんなアップルチップあったじゃん <laughs> SOC その SOC のやつをこの前渡したんですよ。あれ売ろうと売ったらさ結構高い値段つくねだってこれとそんな買えないんだからさからこれは割るなよと。で割ったらもううちにストックないからねって <laughs> やっぱりね iPad って2台あった方がいいね1台になって初めて気づいた。 やっぱり2台ないとめ,めんどくさい。で妹もなんで急にこう妹に Windows パソコン2台あげたしあれもあげたなクローブブックなんか3台ぐらいあげてる。なんで妹が急にこんなにあのパソコンとか欲しがってバカバカぶっ壊してるかっていうと。 まあ、ナインティ1 9ですよ。ね。あの、コロナで、メイク子たちの授業とか、習い事がオンラインになるんですよね。それで使ってると。で、メイク子なんか新体操とチアガールとかやってるんで、踊りまくってバカーンみたいな。<laughs> あの、ね、私、実家の方にさ、パソコン何十台も置いてきてるから、 あそこはあさっていいよっつってで姉ちゃんどれ使っていいのいっぱいあってわかんないよっつってじゃあそうっあのてカメラ出してあじゃあそれ,それ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 っつって <laughs> 使いもしないバックブックやはもしかしたら妹のとこに行ってしまうのかそんなことは許されない私はきっと使うあのライトボーイとか買うからあのゲーム初代ゲームボーイでひっつけてた ライトボーイとかなんだっけビッグボーイなんか買うからあのでかいやついいんだっていいんだってこれ使えばいいんだよこれこれ使ってさこうやってねこうやってジョブスどこ行ったジョ,ジョブスどこ行ったもうさものがなくなると一生見つかんないんだよねこれジョブスをこう。 これなんか暗号とかあったらどうするかって言ってて7倍ループなんですけどね7倍七倍で丈夫そう見るじゃあそんなことするんだったらアクセシビリティ使いって話なんだよ <laughs> だけど13インチでしょこの23インチモニターでアクセシビリティもうあの 足りてるか足りてないかでいうと足りてないだから視野角うんぬんの話じゃなくてまあ30インチとか横に40インチとかあるじゃんワイドワイドワイドみたいなそういうやつをって感じなんだけど買ってもさ開けてさ取り付けるのもできないしさ捨てるのもできないしさ。 もう何もかもが、オアコンの恵みでした。またお会いしましょう。明日も、あ、もし明日届かなくても明日も撮ります。バイバイ。